はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、ついに、ライトニングエッジの締め動画となります。はい。えー、ライトニングエッジでね、ライト券で出ている選手が8選手いらっしゃるんですけれども、まあ、ライト券というのはね、結構、その、今後ね、また、出世したりとか、まあ、今後もね、ライト券でまた登場したりとか、まあ、やっぱりそれなりに出場機会をやっている選手とかが結構出てくる限定なので、結構今後もね、アドバンテージになる可能性があります。ということで、じゃあ、 えー、今ね、トロフィーランブルを行われてますけれども、そのイベント後、どうしたらいいのかっていうね、お話なんですけれども、まあ、ただ今ね、ミキサーとかが開催してるんで、というのも、黄色限定はね、最近もう毎回のようにミキサーが登場してます。まあ、なので、 ミキサーで回して、まあ、85以上の選手を手に入れるためのね、素材として使うのも全然ありなんですけれども、まあ、短期的に見るとね、確かにそっちの方がいいんですけれども、まあ、僕からしたら、うーん、まあ、取っておく選手は取っておいた方がいいんじゃないかなと思うので、やっぱりね、まあ、そこ踏まえてね、今日ちょっとお話ししていきたいなと思うので、よかったら最後までお付き合いください。 はい。ということでね、大体8選手。まあね、結構今まで、はい、ライト券で登場した選手もいれば、まあ今回初登場という選手も中にはいるのでね、まあそういったところもね、ちょっと重点的にお話しできればなと思います。はい。ということでね、じゃあ早速、えー、選手の評価をね、やっていきたいと思いますが、えー、1人目まずこの選手です。湘南ベルマールの畑大河選手です。畑選手は昨年ね、昨シーズンは限定はライト券が1回登場したのみですね。はい。 で、今シーズンは限定1回目です。で、畑選手といえばアンダー代表の実績もあるので、結構ね、知ってる人もいるんじゃないかなと思います。で、まあ、肝心のね、まあ、クラブでの出場状況ではあるんですけれども、まあ、出場機会はね、ある程度確保していても、ただもうワンステップ上に行けばって感じですかね。今ちょっと、今の段階だとライト剣からちょっと抜け出せないのかなっていう風なちょっと評価になっちゃいますね。まあ、ただ、年齢もありますし、まあ、若いですし、 まあ本当にきっかけ一つで、まあね、はい、J リーグ、だいたい毎月、毎月毎年、はい、伸びる選手というのをね、僕も J クラやってて数々見てるので、まあそういう選手の仲間入りをしてもね、まあ正直言っておかしくないのかなと思います。本当にきっかけあと一つかなと思うので、まあ個人的にはそうですね、残すべき度で表すと4かなと思います。まあこれね、ちょっとポジション的な話もあるんですけれども、サイドバックの限定はね、結構ね、なんか出にくいというか、フォーカスがやっぱ多いんですよね。 うんまあ、やっぱりフォワードとかの限定に比べてはちょっと出にくい部類にあると思うんでそこも含めてちょっと評価がまあ選手的には5でもいいんですけれども、まあ、ポジションとかいろいろ考えると4だし移籍、まあ、すぐとかのそ,そういう選手の限定とかにもちょっと対象にならないので、まあ、そういった点をいろいろ含めて4かなと思いますただ選手的にはまあ5ぐらい上げてもいいんじゃないかなと個人的には思うので まあ、ここ余裕ある方はね、結構残しとっていいんじゃないかなと思います。まあ、昨シーズンもね、ちなみにライトニングエッジで登場してるんで、で、このサイド限定っていうのはね、おそらく毎年、ま、あ、大体出てくるんじゃないかなと思うので、来年もね、まあ、もしね、あの、出場機会そんな変わってなかったら、またライト券かもしれないし、まあ、もうちょっとね、はい、ブレイクしてれば、もしかしたら85以上もね、全然見えるのかなと思うので、まあ、特攻要因として残すのもいいし、ま、あ、これからのね、期待をして残すのもいいということで、まあ、個人的には残す方をお勧めしたいなと思います。 はい。では、二人目なんですけれども、モンテディオ山形のハンダリク選手です。はい。ハンダ選手は昨シーズンの限定なんですけれども、エクスペが一回ですね、登場してました。はい。で、今シーズンは限定一回目でライト圏での登場となってます。で、まあ、ハンダ選手といえば、アンダー代表ではもうおなじみの、はい、もうスタメン級の選手だと思うので、皆さん結構知ってる方多いと思います。で、最近ね、ちょっと、にぎわ、ぎわせてる、 ちょっと情報がありまして、まあ、ローマ遺跡がね、もしかしたら実現するんじゃないかというね、こう、噂がね、ありますね、実際ね。まあ、それほどやっぱり世界からもね、目をね、つけられてる選手と思っていいんじゃないでしょうか。で、いだに、まあ、正直僕、これ開けて思ったのは、 うーん、まあ、70、まあ、でも正直な話ね、あのー、限定って意外と取りにくいのはね、80超え、まあ、ライト圏じゃないところなんですよね。で、なおかつ85超えてないところなんで、そこで出るよりは正直なところマシな感じはしますけれども、 ただ、ライト圏の75っていうのは、ちょっとなんでなんだろうってね。正直、もうちょっと高くていいと思うんですけどね。まあ、でもここはラッキーと思っていいんじゃないですかね。まあ、移籍が実現しちゃうと、ちょっとね、J クラからはね、もしかしたら来シーズンの頭からもう出ないとかね、そういったは話はあるかもしれないんですけれども、まあ、後半シーズンはね、出ると思うんで、まあ、そこは心配いらないと思うんですけど、まあ、最短でもしかしたらね、あの、今シーズンの終わり、後半シーズンで出なくなる可能性がありますので、 まあちょっともしかしたら長くないかもしれないんですけれども、一応選手のポテンシャルとか、まあクラブでもね、ちゃんと実績残してますし、まあいつ本当に85以上とかね、急に上がってもおかしくないぐらいの選手だと思うんで、個人的にはここはやっぱり残すべき度は正直5かな。まあ5段階の最上位で5上げてるんですけど、正直100ぐらい上げてもいいぐらいの5です。はい。んまあここはまあ僕は、はい、残し推奨したいですね。 はい、3選手目なんですけれども、栃木 SC の福森健太選手です。福森選手は昨シーズン、えー、北九州時代にね1回限定出てまして、ライト圏で1回出てます。で、今シーズンはね、はい栃木で活躍されてますけれども、まあ、1回目かなというふうな感じです。で、まあ、正直、そうですね、まあ、チーム状況、まあ、チームのその状況とか、 うーんまあ活躍具合から見ると、まあ、正直急なグレードアップはないもののただ出場機会はねそれなりに得てるので今後もねレギュラーになるし、まあ、もしかしたらね限定とかでまだ登場が可能性が全然残ってるかなと個人的には思うので、まあ、結構重ねたりしてる人持ってる人はまあちゃんと取っておくことを僕は個人的にお勧めしたいなとここも思います。 はい。残すべき度としては4ですけれども、まあ、これはどっちかというと今後のそのキーカードになるというよりは特攻として、まあ、結構大事なんですよね、特攻ね。まあ、特に限界突破大事なんで、まあ、そうですね。僕だったらもう2、3ぐらい突できるようになったら残してもいいかなと、個人的には思いますし、まあ、今回のトロランのね、使用上ね、金箱がま、あそうですね、ゴールドが3倍になっているので、まあ、いつもより開けられる人が多いのかなと、そういうところも含めて思うので、 まあ個人的には残しておいても、まあ、それぐらいつあれば残しておく人も結構増えるんじゃないかなと思うので、まあ、個人的にはまあ2凸以上ぐらいだったらもう残すのを推奨したいなと思います。はい。じゃ次の選手なんですけれども、ザスパクサツ群馬の小島正也選手ですね。小島選手は昨シーズンは、ね、レギュラーの登場あったんですが、限定登場はありませんでしたで。今シーズンはライト券での限定登場で1回目となっております。 はい。まあ、小島選手の戦歴ちょっと見てきたんですけれども、まあ、そうですね、レギュラーカードが出てるってことは出場機会あるということなんで、まあ、群馬にね、20年から移籍してるみたいでして、そこからはね、結構出場機会を淡々と増やしてて、まあ、今シーズンも、まあ、出場機会ね、当然、まあ、増えてる、増えてるというか、まあまあ、確保はしてるので、 まあ個人的には結構波に乗ってるんじゃないかなと思いますし、まあ着実にグレードもちょこちょこ上がってきてるんで、まあ今後ね、ここもまあもう一つのきっかけとかでグンって伸びても、まあ正直おかしくないのかなと、個人的には思いました。なので、まあここも同じなんですけれども、まあ重ねておければ、まあ残しておいた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあここもちょっとポジションの話とかもあるんですが、うーん、まあ、そうですね。 うん、サイドバックと、うんまあ、出るとしたらフォーカス系かなーって感じがするんですよね。で特に移籍とかにもかかってないので、まあねあのニューウェーブとかそういうのにもちょっと引っかからないとかと考えると、まあ、ちょっと残すべきだは福森選手と比べてちょっと下がっちゃって3かなっていう感じがしますね、ここはね。はい まあ限定のね、今後出る種類とかにも関わるのは特に移籍してるかどうかとか、まあいろいろあるんですけどね、そのチームのベテランかどうかとか、まあいろいろね、その限定も、まあ途中出場のキーマンかどうかとかね、なんかいろいろあるんですけれども、まあ小島選手は比較的結構恵まれてる方なんで、まあ逆にそういう限定ではちょっと出ないって考えると、今後はフォーカスメインかな、フォーカスで一回ぐらいあったらいいかなって感じがします、正直。はい。それのためにまあ、突が進んであるのであれば、個人的には残してもいいし、また来シーズンもね、 全然期待できると思うんで、今シーズンの出場があればね。はい、そういった点でまあ残すべき度3とさせていただきました。はい。はい、じゃあ次なんですけれども、近江 RD ジャの武田秀寿選手です。武田選手は昨シーズン、えー、琉球の時に1回ライト券で登場しております。で、今シーズンは1回目の限定ライト券での登場です。 はい。武田選手の出場戦歴見てきたんですけれども、まあ、どっちかというと最近、まあ、直近途中出場がちょっと多い選手かなっていう、サブでの登場が多い選手かなって感じなんですけれども、まあ、まだここもね、年齢含めてまだまだ若いので、まあ、これからの成長というのは十分に期待ができる選手なのかなと思います。まあ、とりあえず大事なのは出場機会だと思うんで、まあ、そこからね、まあ、徐々にレギュラーとかね、掴んでいっていただいて、 まあこれからね、まあ、2年後、3年後とか見たときに、まあ、うまく成長してればいいかなっていう候補の一人だと思うので、まあ、個人的には若い選手の限定のライト券とかは結構積極的に残しても、まあ、1年ぐらい様子見てもいいんじゃないかなと思います。そんなに行き急いで育成しないといけない人は、まあ、売ってもいいかなって感じしますけど、余裕のある人ほど、ねまあ、残しておくのが基地かなと思います。でここはまあ年齢もそうだし、まあ、ポジションもねそうだし,、まあ移籍しがね、移籍して初年度ということもあるので、 で、まあ、途中出場ということはね、ジョーカーとかがもし来れば可能性もあるので、まあ、いろいろな、まあ、機会とか考えると、まあ、途中出場とかが功を奏して残すべきで4かなっていう感じがします。もし今後もそうですね、ジョーカーとか、去年でジョーカーとか、まあ、ニューウェーブとか、そういう限定で引っかかった時に、ワンチャン、まあ、ライト剣とかでまだあるのかなっていう、今シーズンに限ってはですね。で、来シーズンの活躍次第では、うん、もしかしたら急成長する可能性もあるので、まあ、そこも含めてね、 期待度を込めて残すべきで4とさせていただきたいなと思います。まあ、ポジション的にもね、まあ、ウィングとか、まあ、そっち系もできるんで、サイド系もね、はいまあ、そういったところでの今後限定のね登場もしかしたらあるかもしれないです。はい、じゃあ次なんですけれども、東京ヴェルディの加藤蓮選手ですね。 加藤選手は昨シーズンは登場なしということで、まあルーキーなんでね、まあ当然なんですけれども、で今シーズンは、えー、早速ね、限定で1回目、ライト券として登場しております。はい、今シーズンデビューのね、ルーキー選手になります。で出場機会もね、まあルーキーにしてはまあ結構それなりに安定して稼げてる方じゃないかなと思うので、まあ今後ね、まあどうなるかはちょっと注目していきたいなという個人的には思います。まあここも同じくなんですけれども、まあ2つぐらい重ねてたら、まあ取っておいても面白いんじゃないかなと思います。 まあただ、ポジション的にはちょっとサイドバックなんで、どうしてもちょっとフォワードとかの比べると、ちょっと限定がどうしても、その黄色限定とかでちょっと出にくいイメージがあるというのと、ただ、ルーキーなんでニューウェーブとか、そういうのには引っかかってくるというところも合わせまして、限定の登場度、今シーズンもう一回ぐらい正直あっても、まあおかしくはないのかなと思いますので、残すべき度はここは4とさせていただきたいなと思います。はい。まあ、まだまだね。 J リーグルーキーなんで、まあ、今後ね、まあ、1年目で結構、そうですね、ライト券で登場したということは結構実績としては大きいと思うので、まあ、これからね、徐々に伸びていくか、まあ、出場機会をね、それなりに増やせれば、ライト券としての登場がちょっともうちょっと増えちゃうかもしれないんですけれども、まあ、それもね、決して J, J クラでは、はい、メリットでもあるので、まあ、そういった点含めてね、今後の特攻のためとか、まあ、今後ね、育った時のためとかに残しておくのはありだと思います。 はい。じゃ次なんですけれども、徳島ボルティスの浜下明選手です。はい。浜下選手は、昨シーズンはね、レギュラーはあったものの、えー、シーズン限定はなかったですね。はい。登場なしです。で今シーズンは、えー、ここのライトニングエッジで1回目登場です。はい。直近ではね、途中出場がちょっと増えてるイメージですね。まあ、ちょっと見てきたんですけれども、まあ、同じく徳島の福森選手、あ、杉森選手ね。 杉森選手とのレギュラー争いになってるのかなっていう風な感じがしました。結構入れ替わりで、まあ、浜下選手が先発の時は杉森選手後半からとかね、まあ、それも逆もしっかりなんですけど、今ちょっと逆の状態がちょっと増えちゃってるので、まあ、正直ちょっと部が悪くはなってるのかなっていう印象をちょっと受けました。まあ、ただ出場機会にはね、恵まれてるので、まあ、そんなに、まあ、めちゃくちゃ、 うーん、落ち、そうですね、評価が落ちるとかではないんですが、まあ結構もう徳島にいてね、その、まあ、すぐ移籍したばっかりとかでもないですし、まあポジション的にはね、まあ限定としては悪くないんですけれども、うん、まあいろいろ含めて、そうですね、まあいろんな要素を含めて残すべき度3かなっていう、まあここのレギュラー争いが今後おそらく鍵になってくるとは思うんですけれども、ちょっと今部が悪いということで、まあ正直ちょっと評価を落とさざるを得ないっていうか、 まあせめてここがプラスになっていれば残すべきの4とか出せるんですけれども、まあ、正直個人的には3かな。まあ、ちょうど本当に真ん中の3って感じです。はい。よくも悪くも3ですね。はい。まあ、なのでまあここも重なってる人は残しておいてほう、おこ <laughs> 残しておいておいた方がいいと個人的には思うので、まあ、そこはね、はい、しっかり自分で判断してみてください。 ははい、では本日最後の選手になります。大分トリニータの井上健太選手です。はい、井上選手は昨シーズンは登場なかったですね。限定の登場ありませんでしたで。今シーズンは1回目、このライトニングエッジで1回目のライト剣としての登場になっています。はい、井上選手、この中でも、正直この8選手の中でも結構活躍頻度目立ってまして、最近は特にですね、直近ではね、先発出場が増えておるので、もともとサブとかでの出場が多かったみたいですが、まあ、ここはレギュラー勝ち取ったと思っていいのじゃないかなと。 個人的には思いますし、まあ、その勢いとかもあるんでね、結構今後楽しみかなと思います。で、昨日かな昨日か一昨日の試合でも活躍したみたいでして、まあ、ここは本当に直近での活躍もすでにされているということで、まあ、期待値はね、それなりに上がってくるかなと思います。はい。で、まあ、井上選手のいろいろちょっと調べてきたんですけれども、特徴としてはやっぱクロスに定評があるというところと、まあ、左ね、あ、右か、右のウイングと右のサイドハーフとかの適性があるので、 まあ、J クラ的にも、もしかしたらこのままうまく育てば、ちょっと需要のある選手に今後なってくる可能性はポジション的にも高いのかなと思いますので、ここはちょっと期待を込めて残すべき度が5で出させていただきたいなと思います。もしかしたら、まあそうですね、このままきっかけをつかんで、もしかしたら今シーズン終わりとか、まあもしくは頭から来シーズンのね、もしくはもうちょっとね、グレード上がって出てくる、まあ来シーズンの後半とかになっちゃうかもしれないですけど、まあ直近ででも可能性が結構ある方かなと。 思うのでまあ、ここは目をつけておいた方が、うん、個人的にはいいと思うので、僕も正直ここは残そうかなと思ってます。はい。まあ、ここは文句なしでいこうでしょう。ということで、8、えー、選手評価終わりましたが、いかがだったでしょうか。まあ、個人的にはこの8選手の中で特に残す選手というのは、まあそうですね、畑選手、半田選手、井上選手のこの3人かなっていう、はい、感じがしました。 まあそれはまあそうですね、ポジション的な話もあるし、まあ活躍度の話もあるし、まあ限定の出やすさとかね。まあそういったところを含めて、まあそうですね、はい。特に5にした2人は、はい、ちょっと抜けてるのかなと思います。まああとはそうですね、前、まあ最初の動画とかでも言ったんですけど、この限定作る時のね、あの、ライト券の動画で言ったんですけれども、 まあ、ライト券というのは今後ね、結構その、まあ、すぐ出るとは限らないですけど、来年とか、もう同じぐらいコンスタントに出場機会があれば、同じくライト券として登場しやすい傾向にあると思うので、まあ、今後のその限定の特攻とかを考えるのであれば、まあ、結構重なった時は、どの選手であれ正直残しておいた方が、個人的にはいいのかなと思います。まあ、正直これはね、今後の予想の話なんで、とってね、いきなりポンって出てきたりとか、出ないだろうなと思ってた選手が結構出たりとかも、まあね、しなくもないので、 ま、すべてがね、あのー、評価通り出るとは限らないんで、まあ、そこはね、はい、考慮して、まあ、突が重なってる選手とか、積極的に残していった方が個人的にはいいと思います。はい、ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。これに失礼します。バイバイ。